皆様こんばんは。2月の25日午後7時5分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日日曜日の配信をね、行っていきたいと思います。2月も最後の日曜日ということで、皆様いかがお過ごしでございましょうか。私、ビットマン TV は、昨日と一昨日だったかな、ちょっと旅にね、また旅に出ておりまして、今回はね、ビットマン TV の X の方には、投稿していないわけでございますけれども、旅に出ておりました。どこに行ったのか、ドゥルルルルン、長崎でございます。ありがとうございます。長崎の方に行かさせて、もらいました。よろしくお願いいたします。なんで長崎なのか、あちらね、ランタンフェスティバルというものが、開催されておりまして、それこそ今日までかな？もう多分今日までだと思うんですけども、昨日と一昨日ね、長崎の方のランタンフェスティバルに、ちょっとこう、出迎えさせてもらいまして、楽しかったでございますよ。もうね、ランタンもね、綺麗で、うん、長崎のね、中華街あるじゃないですか。長崎の中華街の、場所に、まあ、言ってしまうとこう、ランタンが、まあ、一面にでございます。バーっとこうね、まあ、こう、飾られておりまして、かなりね、雰囲気としたらもうここマジで中国なんじゃねえかぐらいの勢い強いで、中国でございました。よろしくお願いいたします。まあちょうど あれね、中国の旧正月かな、あいたところと被って、あいた時期と被ってね、こう多分開催をされていたのかなという側面もあって、かなりね楽しかったですよ。で、ビットマン TV もね、初めて長崎のランタンフェスティバルというところにね、行ったわけでございますけれども、てかまあそもそも長崎に行ったことがね、あまりないっていうか、中学校の時の修学旅行ね、ビットマン TV ほら九州の南部に住んでるっていう風に言ってると思うんですけれども、九州の南部にね、いる方たちの、だいたい中学生のね、方たちの修学旅行が、だいたいこう長崎に行ったりとか、まあ、こう歴史をね、見ようよみたいな。で、あとは坂道ダッシュしようよみたいな。なんで坂道ダッシュなのか、そうですね。長崎は、とにもかくにもね、坂がまあ、とにかく多いわけでございますよ。ですからもう、みんなで一緒に坂道ダッシュしようぜ、みたいな形でね、まあ、修学旅行行くわけでございますよ。だから、それ以来かな？だから言ってしまうと、今ビットマンティブほら40なので、まあ、それこそ20年ぶりぐらいにね、行ったわけでございますよ。で、中学校、の時とかね、まあ、修学旅行でみんなでこうね、ワイワイガヤガヤ友達とこと行くのとはこう違ってね、こう家族で行って、こう中華料理を食べたりとか、まあ、その時とは違うね、まあ、楽しみを、今回は、させて、過ごさせてね、いただきましょう。楽しかったでございます。で、昨日はもう、さすがにですよ、ね、長崎の方で、まあ、ほら、ランタンフェスティバルって言っても、そんなね、地域的に広いわけじゃないんですよ。そうじゃないですか。大体、一日あれば、まあまあ、本来であればね、一日あれば、まあ大体こと足りる。うん。長崎の中華街も、そこまでバカでかいわけじゃないんで、まあ、2時間ぐらいあれば、まあ全部ね、人通り見れるような状況なんですよ。だから、一昨日の朝について、まあ、昨日もね、まあ、そのランタンフェスティバルにいたんですけども、まあ、あまりにも暇すぎて、パチンコに行っちゃいました。よろしくお願いします。いや、お前大丈夫かよとね、旅先でまで、パチンコに行くビットマン TV、いや、あまりにもね、暇すぎて。で、私の、まあほら、奥様もそうですし、まあほら、父ちゃま、母ちゃまも行ったんですよ。で、もう、どうかな、昨日の夕方ぐらい、それこそ4時5時ぐらいになったら、もうね、お土産関係のほら、カステラとかも買って、あとさっき言ったように、中華街でもブラブラしてね、あと中華を食べたりとか、あとはもう残すところ、夜飯、もう夜ご飯ね、夜ご飯が8時に予約してたんで、暇すぎるな。パチンコ行くかみたいなよ。もう終わってますよね。もうね、ビットマン TV、もうね、昨日の、本当に、夕方の4時5時から、約3時間ぐらい、マジで終わってると思いました。旅行に来てまでパチンコ、マジこれやっちまってんなと思いながら、私と、父ちゃまと、そして私の奥様もね、まあ、たまに久々にじゃあちょっと一緒に行こうかよと言って、まあ、行ったわけですよね。まあ、3人でね、まあ、並んでは売ってないでございますけれども、まあ、おのおの好きなんだよ、ちょっと暇つぶし程度にですよ、2、3時間ぐらいね、長崎という地で、パチンコをいたしました。当然です。負けました。よろしくお願いいたします。よろしく。いくら負けたのか。そうなんですよ。まあね、私の父ちゃまのパチンコ代も、私が出して、そして私の奥様のね、分も私が出して、約2時間半で6万負けました。よろしくお願いいたします。6万。お前、旅行に行ってパチンコで6万負けると、アホの極みかよと。いいじゃないですか。いいじゃないですか。何が悪いんですか。いいじゃないですか。私、パチンコは人生の楽しみのうちの一つでございます。よろしくお願いいたします。冗談でございますよ。冗談でございますよ。そんな頻繁に行ってるわけじゃないと、まあ、本当にね、昨日はね、もうあまりにももう全部回りすぎてね、ちょっとこう、夜飯まで時間があったんで、もう、お前の今言ってること、全部言い訳に聞こえるぞ、大丈夫か？
大丈夫ですよ。よろしくお願いいたしますよ。まあね、長崎のパチンコ屋さん結構回りましたよ。いい形でガンガンね、回って、まあ楽しくはなかったわけでございますけど、そうですよ。2時間弱ぐらいで6万吹っ飛びましたからね、何のために旅行に来てんだわけがわかんねえぜ、みたいなね、ことだったわけでございますよ。まあでもね、私の父ちゃまも、まあ久々にパチンコに行って楽しかったんじゃないかと、まあ私はね、もう愛も変わらず、もうそのパチンコは大好きでございますからね。もうね、大好きで楽しかったでございますよ。なんでこれね、ハンドル右にひねると、ね、弾がポン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 飛ぶのかなと、ね、なんで2時間かけてわけわかんねえ玉遊びしてんだみたいなねことでございますよ。2時間かけて6万、吹っ飛ぶ遊び何してんだ俺長崎でみたいなねことでございました。まあね、楽しかったからいいわけでございます。みんな笑顔で私のお金を使っておりましたからこれはね、まあ愛嬌ということで、まあでもね、話戻りますけれども、まあ、長崎といううちもね、本当に楽しかったなと、楽しかったと思うというか楽しかったですよ。食べ物もね、普通に美味しかったですし、まあ、普段ね、ビットマン TV が住んでるところ結構田舎なんで、そういった意味も含めるとね、やっぱり長崎でさえも私としては、もうかなり都会に思えてくる。そこら辺の道路を牛が歩いていないだけで都会でございますから、私ビットマン TV の田舎の方になるとね、もう当然ですよ。散歩犬じゃなくて散歩牛でございます。よろしくお願いしますね。牛が散歩してるとね、牛がトラクターに追いかけ回されていると、そういう構図を思い浮かべていただけたら大いに結構。ビットマン TV が住んでいるところそんなに田舎なのか。そうでございますよ。よく言うでございましょう、田舎の香水店ね、わかります。牛さんのうんちのお匂いでございますよ。牛さんのね、うんちのお匂いが、まあ言ってしまうと田舎の方ではね、田舎の香水っていうわけですよ。カッコつけてるわけでございます。よろしくお願いします。じいちゃんばあちゃんがよく、もう田舎の香水の匂いがすごいだねこれはみたいなね、形で言いまくっているわけでございますね。田舎の香水普通にクセクソじゃねえかみたいなねことでございますけれども、そういった田舎からもうね、牛が歩いていない長崎に行っただけで、うちの息子なんて何なのこの大都会はみたいなねことね、道路をなんで電車が走ってんのわけがわかんねえ状況になってるけど、この状況大丈夫なの父ちゃんみたいなねことでございますよ。そうでしょ。チンチン電車がね走っているわけ。あそこも走って、鹿児島もね一応走ってるかな。だからまあビットマン TV 的にはもう鹿児島市内だと、もう大都会も東京なんてね、もうほんとぶっ倒れるぐらいの、ね、都会でございますから、大阪もそうですけれどもね。まあそういった形で、まあ楽しいね時間を家族でね過ごさせてもらいました。昨日は6万飛びましたけれども、それも含めて面白いね旅行だったわけでございます。でさっきね、それこそ帰ってきたわけでございますよ。先ほど何時ぐらいだったかな、5時半6時前ぐらいに帰ってきて、もうね早速、YouTube をしたくてもうたまらない状況でございましたから、皆様に会いたくてビットマン TV はね、皆様と一緒にこの仮想通貨業界で遊んでいきたいと思っているわけでございます。6万円をパチンコで失う、そんなことしてる場合じゃねえと、そんなことする暇があるんだったら収録しておけよと、私もね6万負けた後にでございます皆様、思いましたけれども、もうね2時間という時間は戻ってこない、6万円というお金は戻ってこない、そんなことをいつまで引きずってていてもどうしようもないということで、今日は元気よくバリバリ行きたいなというふうに思いますから、ぜひとも皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。長崎の方々、本当にね楽しい場所にお邪魔させてもらいました。またね、機会がございましたら、パチンコでも打ちに行こうかなと思っておる次第でございますから、長崎の方々、次こそはビットマン TV に勝利を、ビットマン TV に勝利をよろしくお願いいたします。本当に勝利したいわけでございますから、2回言わさせてもらいました。 お前食べに行ってまでパチンコするなよと、もうそれをねビットマン TV の一つの楽しみにしちゃろうかなぐらい思ってますよ。やっぱりほらね、たまに行くと言ってもやっぱり普段住んでいるところの近くのパチンコ屋なんてね、もう大体容量分かってるじゃないですか。ある台も大体ね一緒でしょ、暇なんですよ。でもね、長崎に行ってもある台大体一緒でしたよ。エヴァンゲリオンの口に手突っ込んでね、最後は帰ってきましたから、お前何してんだよみたいなね、6枚返せよお前って言いながら出てきましたから、店員の方々を睨んで出てきましたから大丈夫でございます。本当にお前迷惑な客だなと、そんなことしてませんからね、大丈夫でございます。またどこかの地へ旅に出た暁にはパチンコに行きたいというふうにお待たせしたいでございますので、もうね、何のためにお前本当に旅行ってんのか分かんねえと、いいじゃないですか、私のお金でございますよ。よろしくお願いいたします。まあ冗談でございますけどもね、まあ楽しいね長崎の旅でございました。中華街もね最高、行ったことない方はね行ってみてくださいよ。あとね、ものすごいねでかい船がね、ほら長崎ってまあ港町でしょ、だからほらなんてクルーズ船っていうのかな、まあ多分日本をこう一周してるようなクルーズ船だったと思うんですけど、めちゃめちゃでかい船がね入ってきたりして、でああいったの見るとね、なんかこうそういったクルーズ船とかで旅とかもしてみたいなって。まあでもね、ビットマン TV ね、まあほらパチンコって今冗談っぽく言ってますけど、海外旅行とかね行ったりする時もビットマン TV の楽しみの一つは、海外旅行に行ってカジノね、ほらメンタルマネージャーとかも一緒のほら行ってたじゃないですか、カジノですよ。もうあいつね、もうほんとわかりますよね、マニラの方にまあカジノ行ったわけでございますよ。もうねブラックジャック15連敗するやつ初めて見ましたからね、ビットマン TV もさすがにねブチ切れたということ。これ前のね、多分話でしたと思うんですけど、
そうそうそう、メンタルマネージャーブラックジャック15連敗してね、一気に十何万ぐらい吹っ飛ばす男、それもビットマン TV のお金でございますからね。さすがにビットマン TV もね、ちょっと切れ気味になったとね。お前さ、考えたってどうしようもねえんだから行くしかねえだろみたいな。そうなんですよ、配られたカードが変わるわけねえんだから、もうとにかく行けみたいなんで、ビットマン TV そこで名言が出たんですよ。お前ね、お前の後ろにはとにもかくにも大幅を持った、マントをかぶった顔を隠している黒い人が立ってるから、とにもかくにも考えずに打ち込めっていう風にね言っていたわけでございます。そしたら15連敗がようやくストップされたということで、まあね、ビットマン TV の楽しみの一つでもあるんですよ、カジノに行くっていうのがね。だからああいうほら、なんていうのかな、行ったことある方いらっしゃい、いらっしゃいますよね、多分いると思うんですけど、あとほら海外を就航するようなものだったらどうなの、日本の領あの航海っていうの、あの海ね、あの日本のあの領域を越えたら、あのカジノが船の中でできるようになるんでしょ。だからなんかそういったのは聞いたことあるし、だからそういった感じでね、船の中でもいろいろ楽しめたりするらしいですね。なんかご飯がタダに なってるんでしょ、あの旅行費の中に全部なんかこう含まれてるらしくて、基本のものは全部タダで、なんか特別なものだけ追加料金を払ってこうなんかね、こうするみたいな、なんかいろんなこうアクティビティの体験とか、ああいったものも含めてでございましょうけれども、するっていうのはちょっとこう YouTube に見たりしたことあるんですよ。だからああいったのもね本当に一緒にね、一回ぐらい、なんかこう行ってみたいなーって思ったんですよ。それこそだから昨日、長崎の方でね、クルーズ船がでっかいのが止まってたんで、いいなーってね、眺めながら、なんかね、夜の、どれぐらいだったかな、9時ぐらいに、夜の9時ぐらいに、そのバカでかい船がね、こう出航して、長崎から出発してたんですよ。で、それこそ2日ぐらい停泊してました。そのクルーズ船がね。だから多分、あの、ま、家族でみんな言ってたんですけど、多分あれでしょうと、あのその長崎のランタンフェスティバルっていう時期をめがけて、多分こう長崎の方にね、入港してきたんじゃないかっていうふうにまあ言ってたんでございますよ。家族でね、2日間ぐらい停泊してましたから、なんか本当に楽しそうでしたよ。で、夜9時ぐらいになって出発するときにね、あの看板のとこに、あの船の看板ね、あのところに人々がこう出てこう手振ってたりしてたんで、なんか羨ましいなーってね思ったわけでございますよ。だからそういったものも含めてね、ちょっとこうまあ人生は本当にね一回きりでございますから、まあいろんな体験をね、まあ私ビットマン TV もそうですけれども、まあ家族も含めてね、みんなでしてみたいなーって、したいなーっていうのを思いましたよ。ああいったクルーズ船とかを見るとね、本当に人生、まだビットマン TV ほら40なんですけど、まあこれがね20年30年とか40年経ったら、まあ70歳80歳じゃないですかね。だからそうなった時にやりたいなーと思っても、まあ一番大事な、これ前も言ったと思うんですけど、やっぱり健康寿命っていうのが一番人生においては重要なものなんじゃないかなーっていうふうにやっぱり思うんですよね。お金も大事ですけども、まあお金がないとね何もできないですけど、お金があっても、例えばね、なんか体の調子が悪い、病気だとか、なんかこう歯がもうずっと痛いとかね、だからそういった状況、いわゆる健康じゃないとやっぱり楽しめるものも半減してしまうと思うんですよ。だからそういった意味も含めてね、まあ別にこう生き急いでるわけじゃないんだけれども、やっぱり元気なうち、しかもほら子供たちと一緒に行ける時間ってそうないでしょ。ビットマン TV の子供なんて今ね、あの10歳ぐらいですから、もうほらね、あとね10年20年ぐらい経ったらやっぱりこうね、一人暮らしもするでしょうし、もう地元から離れてね、一人暮らしするでしょうし、友達と遊んだりするのが楽しいでしょうし、あとはこれね、あのそれこそ本人たちもやっぱりこう結婚をしたりするでしょうから、私たちとの遊びにね、まあほらずっと付き合っていけるわけではないと思うんですよ。だからそういった意味も含めると、まあ行き急いでるわけじゃないんだけれども、子供たちと一緒にいろいろ楽しめたりするっていう時間も考えると、やっぱりなるべく早めにね、まあいわゆるお金もそうですけども、稼ぐものも稼いで、こういったせっかくまあ仮想通貨業界にですよ、いるわけでございますから、やっぱり今年来年って来るね、大きな相場をやっぱり楽しみにして、しっかり例えば先物関係もそうですし、例えば現物をね今持っているものもそうですけれども、やっぱり金額が上がってきて、しっかり利益確定をして、そこでねお金をまあ稼いで、でまた、まあ全部じゃないにしても、またねこう下落をしてくる時期があるでしょうから、そこでまた、お金をぐっとぶち込んで、で次なる大相場に向けてまた仕込んでいくみたいなことで、どんどん資産をね、まあ言ってしまうといい形で、あればですよ、どんどん資産を増やしていって、それこそ遊び金を、遊び金をですよ。そうですよ、これ前から言ってますけど、投資っていうのはね、やっぱりビットマン TV これは本当にずっと思ってるし、ずっと本当にそう思いながら投資をしているし、例えば先物のトレードとかもしている、そうなんですよ、稼い、そういったところで稼いだりしてるんですけども、今から言うことをね念頭に置きながら、やっぱり投資っていうのは普段のね、もうこれもう再三言わせてくださいよ、投資っていうのはこそ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 ね、お金が貯まって嬉しい、確かにそれも嬉しいですよ、それも投資の醍醐味だと思うんですけど、やっぱり一番の投資の醍醐味って言ったらね、稼いだお金を利益確定して、やっぱり普段ね、どうでございましょうか、お世話になってる人とか、例えば家族とかね、
そういった人たちにやっぱりこう使ったり、うん、いろんなところに遊びに行ったり、ね、例えば欲しいっていうものがあるんだったら、その投資で稼いだお金を利益確定してそれで買ったりとかね、当然税金は当然払いますけれども、そこで余った分で買ったりとか、そういったことをするのがやっぱりこう投資の醍醐味だし、仮想通貨業界なんてまだまだね出てきたばっかりですし、こんなにねやっぱり、まあ稼げる業界と本当にないと思いますから、仮想通貨業界みたいでこんなに何倍何十倍みたいな感じで資産が増えていく業界なんて投資物の中ではそうないと思いますよ。わかりますよね。もうビットコインなんてほぼ持ってたら価値確じゃないですか。こんなものあります？ないでしょ。普通に考えるとほぼ価値確なものが目の前にあるんですよ。そういった業界の中に皆さん生きてるし、そういった業界に今皆さんが普段稼いでるお金を投じてるわけですよ。だから何遍も言うんですけども、先行者だよと、今から本当に来るんだよ、上がってきた時に利益確定をして、それを普段の生活をより良くするために使えば投資をしていた意義があるでしょと、それが投資の一番の楽しみなんだから、いいですか。だからそういった意味も含めてね、だからこういろいろやりたいこと皆さん多分あると思いますよ。みんなが本当に遊びに行くとか、うん、ね、わかりますでしょ。さっきも言ったように、こそ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 増えた資産を眺めておくのも楽しい、それは楽しいんだけれども、でもそれってなんか虚しさが反対側にはやっぱりあるっていう風にビットマン TV は思ってますから、なんか虚しいなって、やっぱり稼いだお金をどうやって楽しく使っていくっていうのがおそらく一番楽しいでございましょうから、そういったところを目指してね、本当に行きましょうよ。うん、冗談抜きで、あとね、うん、どれぐらいでしょうか、7、8年後ぐらいです。まあ、2030年あたりをメイドにですよね。みんなで本当にね、これ前から言ってますけど、本当にたくさんのお金を稼いでね、海外でみんなで会おうよとか、そんなのが楽しいと思いますよ。で、そうなった時にはね、みんなで会って海外とか本当にね、ビットマン TV が行く時は言いますから、ほらマニラとかも行く時言うじゃないですか。だから会えた時もフィリピンね、行く時言ってるんで、自分も行こうかなっていう方がいるんだったら、ぜひとも来てほしいって思ってますから、遊ぼうぜマニラでみたいなね、ビットマン TV 流の遊びをみんなでしようぜみたいなことは本当にしたいなと思ってるんですよ。だからそういったところも含めてね、ビットマン TV 昔から聞いていて、なんかこうビットマン TV が今度遊び行くって言ってるじゃないと、で自分も現地合流していいですかって、いや全然いいでしょ、楽しいでしょ、みんなで遊びましょうよつってだからそういったものがやっぱりこう人生を豊かにする投資になってくるんじゃないかなと思いますから、あとほらいろんなところに遊びに行くだけじゃなくてね、例えば車を買ったりとかね、もしかしたら本当に何千万って今から稼げるかもしれませんから、そうな、稼げるかもしれないというか、そうなるためにやってるはずですからね。そうなった時に家を買ったりとかね、一括で購入するとか、例えば別荘とかこうね、買おうかなみたいな、そういったのをこう想像しながらね、うん、今、例えばある仮想通貨の現物をこうね、頑張って開発もするとか、やっぱりそういったところが、うん、やっぱり心を、こう、引き止めてくれる仮想通貨業界ね、やっぱり一つのこうフックにはやっぱこうなるんじゃないかなというふうに思いますから、やっぱりこう心がね、折れそうな時もあると思うんですよ。うん、なかなか金額上がんないなーってね、思って心が折れそうになる時は全然あると思う。だって全部が全部上がるわけじゃないですから、やっぱそれは分かりますよ、思いますよ。全部が全部上がるわけじゃないっていうのはね。だけれども、やっぱり上がる、ものは多いですよねと。だからそういったところを考えながら、ちょっとこう、例えば普段の自分の立ち回りとかね、そういったところもちょっとこう想像して、だから直々金ではなくて、年単位になるのはしょうがないと思う。だけど、年単位になるのはしょうがないけれども、逆に言うと年単位で楽しめるものっていうところにもね、やっぱりありますから、だからみんなでね、本当にこう楽しんで仮想通貨業界をね、乗り切って、うん、いろんな旅行行ったり、ほんね、欲しいものを買ったり、そういったところをこう頭想像で、ね、膨らませながら、こう楽しんでいきましょう。それがまずは、一つの秘訣にもなるかなと思いますから、いつもかつも上がんねえ上がんねえってね、カリ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 したって上がんねえもん上がんねえんだからっつって、そうなのよそうなの、うん、上がんねえもん上がんねえんだから、いつもかつもパソコンの前でカチ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 とかね、チャートをずーっと眺めたりとか、上がんねえもん上がんない、それを代わりにビットマン TV が逆にしますから、うん、それだってビットマン TV のある意味仕事の一つでもねありますから、これこういったほら配信したりとかしてるので、そういったものは代わりにしますからね、うん、だからまあとにもかくにも、聞いてらっしゃる方はね、まあ普段ビットマン TV が見てくれてるから、そこの部分ちょっとチラッとね、自分が気になるところだけビットマン TV 広げて見ていこうかいなみたいな、それぐらいのスタンスで大いに結構でございますからね、今後ともよろしくお願いいたします、よろしくお願いいたします。まあとにもかくにも、みんなでね楽しんでいきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、それではごめんなさい、話が超絶長くなってしまいました。まあとにもかくにも長崎のね、旅行の話でございました。で行きましょう行きましょう。ビットマン TV のね、今これ見ていただいているのがX のになるんですけれども、取引所関係の案内というかご案内が2つ。まずは1つ目ですよね。gate.io さんの方で、今、ビットマン TV の、専用のね、キャンペーンを開催しております。で、こちら、ま、書いてある通りなんですけれども、期間限定の VIP レベルアップ。そして、手数料ね、取引手数料が最大 50% 還元。この最大 50% 還元は、マックス100ドルだったかな。マックス100ドルのうちで、還元しますよ、というキャンペーンになっております。で、3月5日までで、対象となる
ある方は、今までね、ビットマン TV のリンクをご活用いただいて、gate.io さんを登録してくれた方も含みます。で、あとは、ご新規様ですよね。ご新規ユーザー様も含みますから、ぜひともね、皆様ご参加のほどお待ちしております。で、一応ね、ゲートさんの、リンク、アカウント解説のリンクに関しては、この X の方にも貼っておりますし、あとはこの動画の、説明欄の方にもね、貼っておりますから、どちらでも結構でございます。で、そこで、アカウントをね、解説していただいて、こちら、詳細&ご参加ページっていうのがありますけれども、こちらの方にね、グッと入っていただいて、このページ自体も、動画の説明欄の方に貼っておりますから、この下の方にゲート UID っていうのがあります。だから、アカウントをもうね、今の段階でお持ちの方は、もう入れていただけたら参加ができるような状況を、アカウントをね、まだお持ちでない方は、アカウント解説をしていただいて、左上に人型のマークがありますから、そこを押していただくと UID っていうのが出てきますから、その UID をコピーしてね、いただいて、ここにペーストしていただいて、あとは提出というボタンを、一番下の青いボタンを押していただくと、参加という状況になりますから、よろしくお願いします。別に参加したからといって、なんかお金が取られるとかそういったものはね、ございませんから、そこはね、安心してください。で、あと一つですね、あと一つは、ごめんなさいね、戻ります。こちら、ビットゲットさんの方で、BGB のね、アーテンハーキャンペーン第2弾がやっているところ、今ね、BGB が、1ドルぐらいをつけていて、こちらもそうですね、イベントの参加をするためには、この参加ページの中に入っていただいて、今すぐ参加をするというボタンをね、押していただいたら、この、BGB の配布キャンペーンが、に参加ができるような状況になります。で、もしね、こちら、ビットゲットさんもアカウントをお持ちでない方は、今の、この動画の説明欄にも貼ってますし、この新規登録&イベント参加というページに入っていただいて、アカウント解説をするっていうのがね、右上に出てくると思います。この登録っていうところですね。この登録っていうところを押していただいて、登録をしていただくと、もうビットマン TV のね、こちら、紹介コードがもう入っているような状況になってます。BYAI というね、紹介コードが入っておりますから、まあ、そのまんまね、アカウント解説をしていただいて、この参加をするというボタンを押していただくと、参加ができるような状況になります。で、こちらに関して言うと、ちょっと上から下に流し込んでいきましょう。期間が2月の29日まで、来週の木曜日かな、木曜日までで、もうすぐ終わってしまいますね。まあ、1週間ぐらいだったので、イベント期間がね、もう来週の木曜日までです。で、ここに書いてある通り、準入金額であるとか、あとは先物関係ね、先物の取引高を、このバーごとに達成すると、最大 100BGB がもらえますよと。で、今、1BGB が、1ドルぐらいですから、100BGB って言ったらね、100ドル分ぐらい、BGB がもらえるような状況になりますので、まあ、取引をね、今、先物関係特にしている方々は、まあ、せっかくですからね、ここに、参加をしていただいて、もらっていただくのが一番、まあ、お得にはなるかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。一応参加する方は、レベル1の KYC 認証を完了した方でないと、参加がね、できないような状況になっておりますから、ここもね、合わせて、ご確認のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは、ゲートさんのご案内と、あとはビットゲートさんのね、ご案内でございました。で、行きましょう行きましょう。今日の内容でございますけれども、重要ニュースがお二つでございます。まずはお一つ目、こちら、うん、行きまーす。エアドロップをされ仮想通貨、エアドロップから14日以内で過去最高値をね記録しているということが、まあコイン月光のね、まあ調査から分かったと。まあ今年っていうか、まあ去年の年末あたりぐらいからか、エアドロップがね、だいぶこう流行ってきているというか、エアドロップでめちゃめちゃ稼ぎましたよっていうのが、まあ X とかでも流れまくってますからね。ちょっとこう今年もまだ引き続きこのエアドロップっていうのは通貨がタダでもらえるものなんでございますけども、エアドロップのブームがまだね続くのかなという感じもする。読んでおきましょう。仮想通貨データ集計サービスのコイン月光のデータによると、エアドロップされた仮想通貨トークンを14日以上保有すると、以上ですよ、2週間以上保有すると、ほぼ半数の場合でそのトークンを最高値でね売却する機会を逃していると。だからもう2週間以内で最高値をつけるのがほぼほぼだということでしょうね。で、2020年以降エアドロップへの関心がね顕著に増加、仮想通貨トレーダーが無料のエアドロップトークンを受け取る最も一般的な方法は、プレローンチのブロックチェーンネットワーク活動や、まあ、だから、そのプロジェクト自体を盛り上げてくれる人にあげますよっていう感じ。だから、いろんなタスクをこなしていかないといけないんですよ。だから、そういったところがね、やっぱこう、やったことない方は難しかったりもしますもんね。ビットマン TV も、一回もやったことないんですよ。このエアドロップ関係に関しては。ごめんなさい。なんかね、めんどくさそうっていうのが先行しちゃって、やったことはないんですよね。ただ、一回でもいいからやってみようかなと思うんですよ。ほら、景気のいい話も結構流れてはいるんでね。で、行きましょう。あとは、プロモーションに参加をすること。で、最近では、17歳の仮想通貨投資家が、ジュピターね、これも話題になりましたよね。エアドロップされて、ほら、バイナンスさんに上場して2ドルをつけていったという、ジュピターね。ジュピターのエアドロップから、100万ドル。お、すごいですね。日本で1億5000万以上ですよ。100万ドルを超える利益を得たという話が話題を呼んだと。で、コイン月光のレポートによると、過去4年間において、エアドロップされた全仮想通貨トークンのほぼ半数が、
エアドロップから2週間以内に最高値をね、記録していると。で、コインゲッコは50件の大規模なエアドロップのうち、23件がエアドロップ日から最初の2週間で、トークン価格のピークを迎えたとしていると。まあ、だから本当に半分ぐらいね。で、エアドロップされたトークンの中で、最初の2週間以内にピークを迎えたものは、マンタネットワーク、アンカープロトコル、そして、マビアね、ヒーローズ・オブ・マビア。マビアに関しては、ビットマン TV もね、あちら、ゲートドット IO さんのスタートアップね、VIP 特典のほら、もらえるやつですよ。スタートアップでマビアもらいましたよ。マビアもらった。だいたいどれぐらいだったかな ?70 から80ドル分ぐらいね、タダでもらいましたよ、マビアを。マビアなどがあると。で、一部のプロジェクトは、数日で最高値を達成しましたが、過去4年間でエアドロップされたトークの中で、最高値に達するのに1年以上かかったのは1つだけだったと。で、スウェットはエアドロップ後2日で最高値を記録して、ウェブは3日で 37% のピークゲインをね、達成した一方、オプティミズムは最高値に達するのに1年7ヶ月を要しましたと。で、しかし上場直後のエアドロップの大量売却は、価格の急落を招いてね、まあそうですよね、トークの魅力を低下させますと。で、多くの場合、トークンは最高値に回復することがないということですね。で、最近では2月22日、イーサリアムのレイヤー2ネットワークであるスタークネット。これが、イーサリアムインフラ企業ネザーマインドや、エアドロップファーマーによる数百万ドル相当のトークの売却によって約 60% を下落したと。で、さらにエアドロップ参加者は、請求プロセス中の技術的な問題をネットワークの信頼性がないと解釈して、トークの売却を検討することがあるということですね。だから、こう、詰まったりするんでしょうかね。2023年3月、アービトラムトークの取引所への移動量は、ウォレットへの流入量を 150% 上回って、大規模な売却が発生。で、これは、膨大なリクエストが寄せられたことで、ああ、こういったことね。申請プロセス開始から1時間以内に、ページがクラッシュしたことを受けてのものだった、ということです。だから、まあ、売りが売りを呼ぶみたいな感じになってるでしょ。だから、このエアドロップもね、だからまあ、ただでもらえるのはいいんですけども、やっぱりは、基本的に、このエアドロップの、まあ、言ってしまうと、名目って、そのネットワークの協力者に対して、まあ、無料で配布しますよと。だから、そのネットワークを応援してくれる人に対して渡しますよっていうのが、おそらく名目だと思うんですよね。ただ、やっぱり、ビットマンティーローもこのエアドロップって、なんかほら、しょうがないとは思うんですけど、お金稼ぎの手段の一つになっているんで、だから、本当にそのネットワークであるとか、ね、あとは他のプロトコルであるとか、そういったこう、ね、サイトであるとか、そういったところの、本当の本当に応援者が、それをやってるってわけじゃないのでね。だから、これはなんかこう、考え、ものっちゃ考えものでしょうね。だから、本当にそのネットワークを応援している方々にとっては、なんかこう、エアドロップ目的で入ってくんなよって思う人たちもやっぱりいたりもするのかなって思うんですよ。まあ、でもまあまあいいでしょうね。そういったタスクをしっかりこなしてるわけだから、ただでもらえるものはもらっとけっていう考えで全然いいと思うんですけど、やっぱり一方でね、だからそういった方々が増えてくると、逆にネットワークの信頼性の低下につながったり、ね、通貨の価格がバリッと急落してしまうと、やっぱり見た目、見栄えは良くないですもんね。だからそういったところをやっぱり懸念している方々もいるのかなと。まあ、ビットマン TV はね、一回も参加したことがないんで、まあ、もらった方々が景気がいい話がやっぱほら、してるとね、いいなーってやっぱ思ったりする。やっぱりね、参加をする、そのね、めんどくさい作業をやっぱりしたからこそ、そういったお金がね、まあ、もらえてるっていうのは、その対価としてもらえてるんだろうけども、いいなーと思うんだけどもね、まあ、一回ぐらい、まあ、今さっき言ったこととは、まあ、反しますけれども、ちょっと一回ぐらいはね、ちょっともう参加してみようかなと思ったりもやっぱりするんですよ。だから、ね、どうなのかなって、その中で、まあ、ビットマン TV もね、ジュピター。ジュピターは、買ってます。現物としてね、今 0.5 ドルぐらいなのかな?多分 0.5 ドルぐらいだと思うんですけど、まあ、買っている。エアドロップされて、なんかものすごくね、金額が落ちるとかいう、落ちたりしてるはずなんですよ、基本はね。どの通貨も。ただ、ジュピターに関してはそこまで下落してる感じもないからね。まあ、横ばい推移でずっと移動しているんで、今後のちょっと発展に期待したいなと思って、まあ、本来であればエアドロップ、無料でもらえるものだったんだけれども、一応ビットマン TV はお金を出してね、まあ、購入したという形。だからね、まあ、今後の価格の上げには、ね、期待したいところなんでございますけども、まあ、エアドロップ関係の話はね、2週間以内で最高値をつけることがあるよ、ということで、一応参加する方はね、気にかけておいてください。はい、で今日の最後です。今日の最後はこちら。はい、イーサリアムのクジラ様がうようよ動いているよと。3日で280億円相当のイーサを購入しましたよということでニュースに上がってきております。いきます。ブロックチェーン分析企業のスポットオンチェーンによると、ある特定のアドレスの仮想通貨クジラが、直近3日間でイーサリアムを合計 64,501 イーサ購入したと、かなりの枚数ですね。で、
これは現在の価格で1億8700万ドル、約281億円という巨額の取引。で、上から下に、はい。資産を集積する一等の巨大、一等らしいですね。巨大なクジラと。うん。スポットオンチェーンは2月22日、クジラが2947ドル、1イーサね、の価格で約13526イーサを、購入したことを公表。時価でおよそ3900万ドル相当のイーサは、すでにクジラの保有資産に追加。市場ではイーサリアムがさらなる強気に向かうという憶測を呼んでると。で、さらにデータが明かすところでは、その後、このクジラは、取引所バイナンスから1万136イーサを引き出して、ディファイプラットフォームのワンインチから3390イーサを購入していますと。で、最終的にクジラのアキュムレーションは、3日間で6万4501イーサにまで達し、それに加えて、このクジラはバイナンスから4000万テザーを引き出しており、うん、今後追加でイーサリアもね、購入する狙いがあると見られていると。で、スポットオンチェーンが公表したポートフォリオによると、このクジラのウォレットには合計で9万1321イーサと、4980万テザー、そして5485STEサ、まあリドにステーキングされたイーサ分が保有されていると。で、現時点での見積もりでは502億円という桁外れの金額ですということですね。で、一応読んでおきましょう。はい、続きね。イーサリアムの価格動向と専門家の見解は何なのかと。うん、イーサリアム価格は強気の動きが続いていて、直近の1週間で 6% 近く値上がりしたと。しかし2月21日に3000ドルを超えてから24時間でやや値を戻し、うん、22日正午時点では2930ドル、また今3000ドル超えてますでしょ。うん、まあ、今3000ドルぐらいをね推移していますと。で、このわずかな値下がりを仮想通貨コミュニティは楽観的に見ていて、うん、大勢は、今後再び上昇に転じるという見解。イーサリアムのパフォーマンスについては多くの専門家が意見を述べていますが、うん、シンガポールのデジタル資産プラットフォームの OSL SGPTE の販売責任者の方は、この先数ヶ月でイーサリアムのパフォーマンスはビットコインを超えると予想していると。で、その要因の一部について、この方は、アメリカで現物のイーサリアムのね現物 ETF が承認される可能性を挙げていますよということですね。で、また仮想通貨コンサル企業の CEO の方、マイケル・ファンデポッペ氏ね、この方も近いうちにイーサリアム価格が3800ドルから4500ドルにまで高騰するという予測を立てているということで、まあ、4500ドルだったら史上最高値が5000ドルぐらいじゃなかったかな。まあ、4500ドルだったら日本円でも史上最高値超えますよね。日本円ではね、ドルベースでは超えないかなと思うんですけれども、日本円では超えていくのかなという感じ。まあ、どうなっていくのか。まあね、ビットコインの現物 ETF の次は、もう間違いなくイーサリアムの現物 ETF 承認っていうところが話に上がってくるでしょうから、そういったところを見越してね、イーサリアムの現物購入っていうのはまだまだチャンスがあるかなと思いますので、アルトコインの中でどの通貨に入れておこうかなって悩む方、もしくは、これはビットコインの時も言ってたと思うんですけども、先物関係ね、先物関係で、ちょっと長い時間をかけて、ちょっとスイングトレード気味に、ちょっと長い時間をかけて、先物関係でイーサリアム、ロングポジションを取っていくっていうのはありかなと思います。はい。結構レバレッジ関係も抑え気味にして、証拠金をね、結構充実させていけば、かなり、どうでございましょうか、リスクの少ない先物トレードができるんじゃないかなと。しかもほら、1万あたり今3000ドルぐらいですから、まあ、ビットコインみたいにね、5万ドルとかを超えているわけじゃないので、例えば1イーサとか、まあ、1イーサ少ないか。だから、3000ドルでしょ1枚ね。だから、どうなのかな、10イーサぐらい仕込めば。うん。だから10イーサってことは、だいたい3万ドル分ぐらいの、まあ、いわゆる証拠金があればね、になれば、3万ドルぐらいの証拠金ぐらいになれば、10イーサ持ったってね、全然こう、いいかなというふうに思いますから。だから、言ってしまったらどうかな、今1万テザーね、もし持っているんだったら、例えばそれを証拠金として預けて、3倍のレバレッジをかければ3万ドルになりますから、見栄えがね、3万ドルになるので、それでだいたい10イーサ分ぐらいは、購入ができるかなと。だから、ビットコインで1ビットコイン持つんだったら、かなり金額はいりますけれども、イーサリアムであればね、ある意味、まあ、抑えられるところにもなるのかなというふうに思いますので、もしね、先物関係、やってみたいなと思う方は、イーサリアムいいかもしれませんね。そういったところを加味するならばね。まあ、その代わり、かなり少ない証拠金とかであればね、高レバレッジという状況になってしまいますから、そこはね、ちょっとご自身の資金の兼ね合いをもとにね、いろいろ考えてみるのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。危険な取引だけはね、しないようにするのがベストかなと。今こういった時期にね、資金を飛ばしても何の意味もないと思いますから、まあ、レバレッジ、まあ、かけても3倍ぐらいがちょうどいいかなと思いますので、そういったところをね、考えながらやってみてください。はい、それではね、本日のご案内、そして重要ニュースは以上となります。そして行きましょう。本日のチャート分析、パワーよろしくお願いいたします。お願いいたします。と、一旦その前に時飛ばし。
はい、それでは再開していきたいと思います。チャートはビットコインとイーサリアムを中心に、まあアルトコインもね、ちらほら何通貨か見ておきましょう。では行きまーす。まずはビットコインですね、行きましょう。ビットコインなんでございますけれども、今これ月足だね。ただいまの価格が51,600ドルあたりをね推移しているような状況でございます。で、もう2月もね、あともう少し、3日4日で終わるような状況にはなるわけでございます。まあ来週で、まあ2月もね終わって月足もね確定するわけでございますけれども、どうでございましょうか。まあ今月もね、まあ陽線終了をしっかりとしていくのかなという感じで、去年の9月から1,2,3,4,5 を今月陽線で終了すれば、半年連続での陽線達成ということで、ほぼ今までの、最長記録になるのかなっていうね、感じもしますよ。6ヶ月連続であれば、直近で言うとここか、2020年の10月から、10,11,12と、あとは2021年1,2,3ってね、ここ6ヶ月連続陽線をねつけているような状況ですけれども、そこと同じね、連続陽線という形になるでしょう。で、今まあ月足レベルで見ていくならば、大きくね、まあ市場最高値をつけていってからの下落からの戻りでの安値更新でございますから、戻り高値の上のヒゲ部分を見てみると、このあたりかな、まあ 48,200 ドルあたり、まあ先月のね上のヒゲのトップ値位置もそのあたり49,000ドル付近ですから、やっぱり48,000ドルから49,000ドルっていうのは月足レベルではやっぱりこうね、実態として48,000から49,000ドル以上、49,000ドル以上っていうのは、月足実態としては必ずね残していきたいところにはなるのかなっていう雰囲気で、今の段階で行くならばなんかそれもね、まあ達成できそうな感じもしますよ。で、週足見ておきましょう。週足レベルで言うとこういった形、まあね、先週先々週とかなりね、大陽線で、上値を伸ばしてきたわけでございますけれども、やっぱりなかなかね52,000ドル付近、というのが、抜け切らずに、まあかなりもたついている状況を、日足にもちょっと落とし込んでおきましょう。日足としてはこういった形、日足もね直近、何日間か連続で、これも見たらわかると思いますけど、52,000ドルでトップを抑えられて、ちょっと売り込みがかかってね右下がりにこうねだらーっとだらけているような状況でございますけれども、今の直直近の話でいくならば、ちょっとラインを何個かね、点々でもいいかな、引いておきましょう。こういった形、はい、まずは、直近での下、を支えている下髭でポンポン耐え切っているライン、まあ昨日一昨日もねなんとか実態としては守り抜いたこのラインですよね。5万とちょっと細かくはなりますけれども、ここね一番片端っていうところを捉えていくならば、5万と500ドルかな、5万と500ドルというところが一つね、やっぱりこう直近で守っていくべきラインとしてはかなり意識されているでしょう。5万と、600ドルあたりかな、5万と600ドルあたりで、このあたりが一つ直近で、重要な、まあ、いわゆるサポートラインとしてかなり機能している、その加担値と上がだから53,000ドル、まあ、52,000ドルって言っちゃいましたけど53,000ドルですね、5500ドル、5500から5600ドルあたりから上は53,000ドルの間で今ねレンジ相場を組んでいるような状況だから、まあはっきり分かるのはこのレンジを上に抜けるか下に割れ込むかで、次なる動き出しがね当然決まってくると。で、下にまず割れ込んだ場合、だから5万と600ドルあたりを下割れ込んでしまうと、次はどのあたりか、やっぱりここですよね、気になるのはね、この下髭ポーンの陽線で、やっぱりこれはねかなり強気派の方々が買い支えを行っていた、もともと年初来でトップをつけていた、1月10日あたりにトップをつけていたこのレジスタンスを逆に反転サポートに転換させてますから、まあ、この価格帯でしょうね。だから4万8000ドルから4万9000ドルあたりですよ。4万8000ドルから4万9000ドルあたり、これはさっきも見た月足の実態ね、月足実態、今月月足実態でやっぱり守り抜いていきたいですよねっていうところとちょうど被っておりますから、今の段階でいくならば5万と600ドル、この黒い直直金のラインを割れ込んでしまうと、下を試しに来るっていうのが4万8000ドルから4万9000ドルへの試し、調整としてはまだ全然この中、このね価格帯は調整の範囲内でございましょうから、まあ、落ちてくる可能性は全然ね、なきにしもあらずと、落ちてくる可能性も全然ありますよというところで、その次にサポートとしてやっぱり機能しやすいのがこのあたりかな。一時はレジスタンスラインとしてこのあたり、まあ高値が一定値で安値が切り下げね、このごめんなさい、この部分ですよ。この部分でございます。高値が一定値で安値がぐっと切り上げていた、アセンディングトライアングルを作っていたトップ値位置ですよね。これが4万5000ドルあたりにあります。だから、まあ、ラインをね、パッパッと引いていくならば、まず1個目、5万と600ドルを割れ込むと、このあたりかな。このあたりがサポートとして機能してくれるかどうか。そしてその下でございますよね、この下。はい。かなり深い調整になるんであれば、まあ、このあたりなのかなという感じ。4万と5000ドルあたりっていうのが、第3段階目の、まあ、支えが入る可能性のあるラインということになりますから、ここはね、一つ注意して
ておいてください。だから、もし下に落ちてきて、だから今の値打ちですよ。5万と600ドル。そして、4万8000ドルから4万9000ドルあたり。このあたりやっぱり守っていきたいでしょうね。そしてもしそこを割れ込んだ際の4万5000ドル。ここが結構関の山ラインになるかなと思いますから、もし下に落ちてきた時に買い下がりをしていきたいと。だから先物関係で、先物はね、やっぱり一箇所でバーンって、一気に一箇所でバーンって入れると危ないですから、やっぱ落ちてくる可能性もありますから、やっぱり分割エントリーっていうのが、まあ鉄則かなと。だから 0.1 ビットコイン、0.2 ビットコイン、そして 0.3 ビットコインみたいな感じで、下に落ちてきて、落ちてくれば来るほど玉をね、ちょっとずつ増やしていけば、平均取得単価もぐっと落ちてきますから、後々支えが入ってきて上がってきた時にはね、当然利益になるかなと思いますので、今言った値打ちを一つね、先物環境をやる方は、ロングポジションのね、注目値打ちとしては押さえておいてください。だからまあ4万5000ドルっていうところが、今フェーズにおける結構関の山感にはなるかなと。ここまでタッチしてきたとしても、4万5000ドルタッチしたとしても、長期の移動平均線、この赤いラインですよ。赤いラインは割れてないですし、いいですか？赤いラインね。ごめんなさいね。はい、ここ。はい、赤いラインは、割れてない。この長期の移動平均割れてないですし、あとはなんだかんだ言って、安値切り上げという形で、まだね、話が進んでいくかなと思います。安値切り上げという形で、話は進んでいくかなと思いますので、大きな流れ、大きなトレンドがね、崩れるというわけではないかなと。この4万5000ドルにタッチしたとしても、安値は切り下げておりませんから、まだ全然大丈夫かなというふうに思いますので、そういったところを加味していくならば、一回のね、深めの調整が入るんだったら4万5000。ここを、ポジション、ロングポジションを取る、最下端値位置として考えておいてもいいでしょう。っていうのは意識しておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、チャンス、仕込みのチャンス場所になる可能性がね、まあ、高いかなと。もう一回言いましょう。5万600ドル。ここで耐え切ってね、レンジの形ですから耐え切って上がっていく可能性もありますから、5万600ドル。もし割れ込んだら、4万8000から4万9000。ここでも耐え切る可能性がある。今耐え切る可能性の場所言ってますからね。で、これを割れ込んだとしても最終的には4万5000ドル。うん。ここも、完全にね、強気派の方々がやっぱり守っていきたいラインでございましょうから、まあ、このパーフェクトオーダーも作られていて、やっぱりなんとかね、チャート的にも上にグッとね、跳ね上げていきたい場所にはなるでございましょうから、その3箇所の値位置っていうのはね、意識しておいてください。で、5万3000ドルを上にブレイクした場合です。5万3000ドルを上にブレイクした場合は、もういよいよね、もう6万ドルというところを、一応目標価格として、6万ドルは2021年、アーテンハをつける前の高値ですね、が6万ドル付近ですから、この6万ドルあたりをめがけて、当然ね、トレンドが再開してくる可能性が、とりあえずこれ、大いにありますから、5万3000ドルを超えてきたら、6万ドルというところをね、一つ、利益確定のポイントとして意識していくのがいいかな、というふうに思いますので、よろしくお願いします。もしね、4万5000ドルぐらいまで下がってきて、6万ドルまでの上げっていうところを考えていくとね、1枚あたり1万5000ドルですから、かなりの利益がね、取れていけるようなフェーズに、こうね、突入できるかもしれませんので、今言ったね、一応ね、一つ意識しておきましょう。4万5000ドルをちょっと割れ込んでしまうと、ちょっとこれはね、かなりイエロー、黄色信号が灯ってくるかなと、この短い黒いラインの一番下、4万5000ドルを割れ込んでしまうと、やっぱりね、週足レベルでもかなりレジスタンスとして機能していたラインをせっかく抜けていったので、これ割れ込むと、ちょっとね、トレンドが崩れてくる可能性がありますから、損切りラインはもう4万5000ドルあたりを割れ込んだらもうね、これ損切りをしていくっていうのがね、いいかなと思いますので、そこも合わせてね、考えておいてください。はい、で次行きましょう。落ちてくるかはわかりませんけれどもね、調整下落が入ってくるんだったら、今言った3箇所の値位置がね、注目値位置でございます。はい、で次行きましょう。次はイーサリアムですね。イーサリアムなんですけれども、まあ強いね、ただいまの価格が3030ドル付近を推移しているようなところでございます。しっかりと3000ドルというね、切り板を、抜けていっております。今これ見ているのが週足なんですけど、もう日足もね、上値をガンガン追っていきそうな形。一応3050ドルというところに、ラインを引いてるんですけど、まあ切りの3000抜けておりますから、今の目標は、まあ、ビットマンTV的には3600ドルかな。週足レベルで見たとしても安値を更新しております。その前の高値の3600ドルという戻り高値をね、今目指して上がっているような状況にはなってるのかなという感じで、日足に落とし込んでいきますけれども、まあもしね調整として入ってくるんだったら、やっぱ結構ねこの3050ドルあたりっていうのは直近でもね上値を抑えられているところだから、まあトレーダーの方々もね利益確定ポイントとしてはまあなんだかんだって意識しているところなのかなというふうに思います。3050を明確に抜けていけばね3600ドルへの扉がまあしっかりと開かれていくんでございましょうけれども、ここでの売りがねしっかりこなせないでもし落ちて調整下落をしてくるんだったら、日足短期の移動平均並びに、直近でのね、高値、はい、これも1月10日ですね。1月10日につけていたトップ値位置が2700ドルあたりなんですけど、このトップ値位置を抜けていった後にね、ぐっと下髭伸ばして耐え切っておりますから、この2700ドルっていうのは直近ではね、やっぱりレジサポ転換線として今、かなり機能しているところでございましょう。それと短期の移動平均が重なってるんで、もし調整下落を起こしてくるんだったら、2700ドルというところが一つね、耐え切れる場所になるかなと思いますので、2700まで落ちてきたら、これはロングインチャンスとして捉えておいてください。で、これを割れ込んでしまったら、第2ポイントが2400ドルあたり。うん。これはもともとレンジ
字相場を組んでいたレジスタンスライン、上に抜け切ってからサポート転換して、もう一度再度2400を抜け切ってからの力強さが出てきておりますから、2700ドルを割れ込んだら2400ドルっていうのが、第2ポイントです。第2の支え、候補ポイントとしてはね、意識しておくべきかなと思いますので、もしね、先物関係ロング入ってきたと落ちてきた場合ですよ。落ちてきた時に入ってきたと思う方は、2700ドルと最悪2400ドルでも入れれるぐらいのね、玉調整はしていくのがいいのかなと思いますので、ここは意識しておきましょう。2400まで落ちてきても、さっきの流れでいくならば、別に安値をね、更新して、いるわけではないので、大きなトレンドが崩れるという形にはならないでしょう。こういった形で、まだね、安値、切り下げておりませんから大丈夫。ギリギリ大丈夫かなという感じがしますので、イーサレムにとっては、かなり深めの調整が入るんだったら、2400ドルっていうところはね、意識しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次は、まあね、いろいろ元気がいいものをね、まあ見ていくのがまあ楽しいでございましょうから、まあテンセットも結構連日見ているんですけども、ただいまの価格が 1.13 ドルあたり、上昇の青い平行チャンネルをしっかりと上にブレイクしていきました。ブレイクしていった後に、直直近の動きで言うならば、このね、上昇平行チャンネルのレジスタンスラインをしっかりでサポート転換させようとしてます。で、一応目標価格としたら 1.3 ドルを目指してね、まあちょっとこれ上がっていってるような状況かなと、1.3 ドルっていうのは、もともとね、レジスタンスとしてバチバチに機能していたところ、大幅下落を起こした時に一回ビタッと止まったんですよ。で、そっからね、十字線を作って結構モジモジしていた。だから投資家の方々がこの 1.3 ドルラインっていうのはかなりも、まあ、意識をしていたんですよね。てか、そもそもその前の段階でかなりサポートとして機能していたラインなので、まあ、それがね、要因なのかなと。だから、1.3 ドルっていうところが一つね、もし短期的に入っていった方々の利益確定ポイント、これ抜けていけばかなり強いですよ。2ドルあたりまで上値を追っていく可能性がありますから、もしね、先物関係入っていきたいなと、このまま落ちずに上に上がってくるんだったら 1.3 ドルを超えてから入っていくのがもう今の段階ではですよ。今の段階では 1.3 を超えていけば週足雲も週足の長期も全部オールクリアしますから、これは上がね、もう青空が晴れ渡る状況になります。だからそういった意味でも2ドルというところをね、目指して上がってくる可能性がありますから、次のもしこのまま落ちてこずに行くんだったら 1.3 ドルを超えた後のロングポジションっていうのがね、一つありかなと思いますので、ここは意識しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。上から下にね、流し込んでいきましょう。いいですね、ファイブコインいいですよ。8.4 ドルですよ皆様。ビットマン TV も購入しております。ビットマン TV をね、聞いて、ファイルコイン買ってこうかなと思った方はね、まあよかったよかったというところ、1枚あたりどうでしょう、3ドル4ドルぐらいの利益が今上がっているのかなという感じがしますけれどもね、よかったよかったと。で、上から下にあれ見ておこうかなと、ユニースワップ、直近でなんかユニースワップが、あれね、なんかこうなんかインセンティブかなんかを、あのユニーを保有している方々が、なんか もらえるみたいな、なんかそういった投票をするみたいなことが直近であって、かなりね勢いをつけてきてました。で、今の価格が10ドルあたりなんですけれども、ちょうどね13ドルあたりにもともとサポートとして機能していたライン、下に潜ってレジスタンス、いわゆるサポーレジ転換線がね13ドルあたりにありますから、もしね先物関係でちょっとまあできるとこあるのかな、やりたいなと思う方、それとか現物でちょっと短期トレードしたいなと思う方は 13.2 ドルあたりを超えてからの20ドル手前っていうねフェーズを狙っていくのがいいかなと思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。重要なところもね、まあ、もともと三角持ち合い長い間作ってたんですけど、これも抜けてきて、週足雲、あとは各種移動平均線も下から上にブレイクしております。週足レベルで短期の移動平均が長期をね、下から上にブレイク、ゴールデンクロスをもう起こしかけておりますから、これもね一つ今から追いついてくるんだったらいい形でサポートとして機能してくる可能性があります。まあ、かなりね13ドルあたりが売り圧としてはかなりね意識されているのかな、上のヒゲポーンと伸ばしておりますからね、だからこの13ドルというところを明確に抜けていけば、やっぱりそうですね、直近でも上のヒゲ、伸ばして、押されておりますから、 13.2 ドルを超えていったら次のフェーズにね入っていくでしょうから、そこで、入れていくか、もしくはこのまま落ちてくるんだったら、7ドルあたり、やっぱり乖離してますから、短期の移動平均線とね、日足レベルの短期の移動平均線と乖離して急激にバーンと上がってますから、調整が入ってくるんだったらこの短期の移動平均線に追いついてくるぐらいぐーっとちょっと落ちてくる可能性がありますので、その時にね反発狙いでちょっとこう入れてみるっていうのがいいかなと思いますので、ここは意識しておきましょう。ただね、現物関係でもユニに関してはね、さっきも言ったように、あちらねインセンティブ関係がなんかもらえるかもしれないっていう話が上がっているので、現物購入ねしたい方もちょっと意識しておいてもいいかもなというふうに思います。で、次行きましょう。次はジャスミンをね見ていきたいなと思うんでございますけれども、ジャスミン見ましょうかね。ジャスミンで最後にしておきましょうか。はい、
ただいまの価格がかなりね、バカ上げしてますね。ただいまの価格が 0.0158 ドルあたりをね、推移しているような状況でございます。で、まあ、こういった形、上のヒゲをね、ポーンと、じったり伸ばしている。もともと、月足レベルでね、見たらわかるかなと思いますけれども、月足の実体、はい、ここ、2022年の、4月あたりね、このあたりが実体で耐え切っていて、下に潜ってね、実体でこれ逆に抜け切らずに、ダラダラダラとガラってしまいました。だからこのあたりね、ちょうど今回の上昇でも、0.018 ドルっていうところが、かなりね、これ引っ張っておきましょうか。水平の意識ラインとしてはかなりね、機能しているところかなと、このラインでございます。はい、水平の意識ラインとしては、かなりね、機能しているところかなというふうに思います。OK でございましょうか。だから、これを当然抜けていけばね、次のフェーズっていうところに考えていくならば、実体のトップ 0.035 ドルあたりをね、目指して上がってくるのかなというところ。で、まあそもそもね、まあ元々の流れとしたら、ちょっとこう、月足からの週足、まあ週足あたりで見ていくのがいいかな。しっかりとね、うん、この黄色のラインが、週足レベルで見た場合のサポートからの下潜ってレジスタンスラインとして機能していた 0.0082 ドルあたり 0.0082 ドルあたりっていうのがサポレジ転換線としてかなり機能してたんですよね。これを今もう週足もてかもう月足もぶち破ってますけれども、大きくねブレイク果たしておりますので、これはかなりね力が強いですよ。日足にも落とし込んでおきましょうか。そうですね。ただ、まあね、さっきからずっと言ってるように、短期の移動平均線、日足短期の移動平均線との乖離がやっぱり見られますから、大きくね、もし調整下落をしてくるんだったら、まあ、もともと機能していたサポレジ転換線の 0.0082 ドル、このあたりでまだ青いね、移動平均線がありますので、大きくガガラーと落ちてくるんだったら、このあたりが次、サポートとして、調整をした場合のサポートとしては、やっぱりいい最下端値としては見ておくべきかなと。ただ、今ね、上をつついてるんで、そこをね、一つ超えていってほしいなっていうのを思うんですけれども、まあ、RSI 値、冷やしレベルで買われすぎ領域にある。それ以外は特にね問題ないですし、もう一回ちょっと週足に落とし込みましょうか。週足も買われすぎ初めてじゃないですか。そうですね、週足レベルで買われすぎ領域に入ってるのは85あたりですから、まあかなり爆上げしてますからね。 RSI 値が買われすぎ領域に入っているので、ちょっとこう調整下落には注意かな今は。うん、冷やしでも買われすぎ領域に入っているし、ちょっと4時間まで落とし込んで見ていきましょう。4時間足レベルではこういった形なんでございますけれども、そうですね、ちょっとね高値が今切り下げている状況気になっているところ、だからこれこのままガラガラと落ちてきて、さっきみたいに 0.012 ドルあたりを割り込むとダブルトップが4時間で作られてしまいますので、そういったところを加味するならばダブルトップの形っていうところが一つね支えが入るところかな。まずはね 0.0082 ドルあたりに行く前に 0.012 ドル、ここが、ちょっと4時間足レベルのダブルトップのネックとして意識される可能性がありますから、 0.012 ドルあたりで止まるかどうか、止まらずに割り込んでしまうと 0.0082 ドルあたりまで大きく下落してくる可能性がありますので、それはね4時間足レベルでの話、直近ねちょっと注意しておきましょうということでよろしくお願いいたします。まあそれぐらいかな。あとはまずはもう一回週足に戻りますけれども、 0.018 ドルあたりを超えていければ、戻り高値、ラインこのあたり、月足、そうだね、この実体のこの辺りかな、 0.035 あたりまで、伸ばしてくる可能性がある。だから今からさらに2倍近く、金額をね上げてくる可能性がありますので、それは楽しみなところですけどもね、もし入り損ねたのはかなり様子が良くなってからもう入りたいよっていう方は、さっき言ったこの青いラインですよ、 0.018 ドルを超えていってからの現物購入並びに、先物できるんだったらロングインっていうのをね検討しておくべきかなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。まあとにもかくにもね、ジャスミンかなり復活しておりますから、まあ良かったなという感じ、今後のね価格上昇には期待をしていきましょう。はい、それではね本日の配信は以上となります。またまた皆様次の配信でお会いしましょう。では。